最大9連休だった今年のゴールデンウィーク、4年ぶりに新型コロナの行動制限がなかったため、多くの人が利用した中部国際空港。国内線の旅客数は10万1035人で、去年と比べておよそ2割の増加となりました。今月6日、空港には様々な場所で思い出作りをして帰ってきた旅行客たちがいました。それでは定点観測スタートです。国内線の到着ロビーから出てきたのは、この季節には少々厚着をした男性。一体どこから帰ってきたのでしょうか。北海道といえば名所やグルメなど人気の観光地ですが、男性が楽しんだのはバイクでツーリングですね。バイク、どうやって運んでくるバイク。フェリーですね。新潟から、小樽の方まで、はい、まあ、2万から3万ぐらいですね、片道で。コロナ禍の期間を除いておよそ10年、毎回バイクで目指す北海道のある場所がありました。僕はもう知床の方まで。春になると雪がまだ残ってるので、その景色がすごくいいんですよ。男性が撮影したお気に入りの写真がこちら。まだ雪が残っている知床峠と愛車の写真。ポーズもバッチリ決め、楽しそう。しかし道中では、道を間違えたりしましたね。元が方向地なんで反対方向行っちゃって。続いて定点カメラが捉えたのはこちらの若い男女。こちらに沖縄に行きました。観光や海でのアクティビティなど沖縄で楽しめることは様々ありますが、2人の目的はウェディングフォトを撮りに、美ら海の方の北部の方の海で写真を撮って、自然豊かな感じの、めちゃくちゃ綺麗でした。去年11月に入籍したご夫婦、写真の撮影も終わり、夕食に立ち寄ったお店でも奥さんは旦那さんのお茶目な一面を激写していました。慣れない写真撮影で緊張し通しの一日、お酒も入り、島唄に合わせ楽しそうに踊る旦那さんの姿が。雰囲気任せで。7月に式を挙げるというお二人、末永くお幸せに。続いてやってきたのはオリオンビールのお揃いの T シャツを着た3人組。沖縄で初めて体験したのが、思い出にパラセーリングとか。高校時代からおよそ5年の付き合いの仲良し3人組、大空を飛んでみたいとパラセーリングに挑戦しました。ここから飛ぶ瞬間で200メートルぐらいまで飛んでいく。後から見るとこういう感じで。実際に飛んでみるとあることに気づきました。海広って。世界広みたいな。価値観が変わる旅になったそうです。こちらは国際線の到着ロビー。海外との行き来も制限が緩和され、たくさんの人がいました。そんな中、若い男女を発見。今日は韓国からです。私の実家が韓国なので。こちらは韓国人の男性と日本人の女性のカップル。結婚の挨拶のため男性の両親に初めて会ってきたそうです。コロナで行けなくて、優しいご両親で楽しかったです。ご両親に会う機会に来たのかな。私の地元の紹介なんですけどみたいな。男性は韓国の南東部テグ市出身。いつか結婚相手に地元を案内することが夢だったそうです。二人ともお幸せに。ゴールデンウィークの空港には
様々なドラマがありました。